スマムちゃんです。僕今日ですねディズニーシーにやってきました、イエーイってことで、で今ねユニバーは20周年なんですけども、このディズニーシーもね20周年なんですよね。だから今日はですねディズニーシーの20周年を全力で楽しみます、イエーイってことで、で G オタさんに話聞いたら、今年のそのディズニーシーの20周年のねそのイベント関係なんですけども、まずタイムトゥーシャンっていうまあショーですねと、20周年のフードと、20周年のグッズ関係と、まあ、20周年の装飾、この4つがねあるらしいですよね。とりあえずこの4つをですね全力でね楽しんできます。でこの後にねもう1本ね動画撮るんでね、まあ、この動画ではですねその閉園時間までのね映像はねちょっと流さないので、ぜひねこれから出るねディズニー動画ねまたね待っててください。でちなみにですねこの DVD で今後もですね全国のテーマパークを紹介するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ねやっていきます。ポテミト食べたいよ。で今日はですね、まあ、このために、まあ、D オタさんにねめちゃくちゃ話聞いてね来たんですよね。いやーやっぱり20周年なんて20周年バージョンの装飾がいいですよね。これ今限定ですよ。そしてほら20周年これもね何回もねその画像とかで見てきたわ。初めて生で見るほらこれも20周年バージョンですよ。僕マジで2年半ぶりぐらいかな来るの。おお、そしてねやってきましたよ。もう懐かしい懐かしいよ。おお、やってきましたよ東京デドロシー。いやーここのミラコスタもねいつか泊まってみたいですね。なかなか予約取れないらしいんでね、まあ、高いですし。うわーいいですね、久しぶりのディズニーシーで。やっぱりですね、まあ、人数制限緩和した影響で普通に混んでますわ普通に混んでるねやっぱり。で僕今回ですねその20周年で欲しいねダッフィーの商品があるんですよね。じゃあそれねちょっと買いに行きますわ最初に。そして僕が欲しいね20周年のねダッフィー商品が売ってる場所がねここだけなんですよね。で今からちょっと入っていくんですけども、もうねすっごい行列ですわ。お店の外まで並んでますよ。えぐっ。いやーやっとね中に入りました。マジですごい列でしたわ。いやーめちゃくちゃ可愛い商品多いですね。うん、でもうね僕買うやつ決めてるんですけどね。はい、じゃあね買ってきました。ああ買うのも結構大変でしたね。ほんまに中も人が多いわ。で僕が今回欲しかったのはほらこちらのねカチューシャですよ。ダッフィーの20周年限定のねカチューシャなんですよね。でも僕ってねあんまりねそのディズニー関係のねカチューシャって持ってないんですよね。てか普段あんまりそのカチューシャつけないんであんまり持ってないんで、今回ねこれを機にね買いました。めちゃくちゃ良くないこれ。いやこれ二重でつけたらやばいことになるわで今回ね寒かったんでねほらダッフィーのパーカーもね買いましたが、でここでマムくんのファッションチェックと、うわそして偶然。いやーいい感じに撮れましたね。で僕ねあのもう一個ねその20周年のスーベニアが欲しいんですよね。それねちょっとね行ってきますわ。そして皆さんね秘宝がありますわ。20周年のカップとグラスねもうねクリスマス商品に変わってましたわマジか。で次ねどうしようかなと考えたんですけども、まあ、20周年ねフードね食べようと思ってるんですけども、今話題の20周年のねチリトスね食べてきますわ。いやーいい景色ですね。2年ぶりにこの景色ですわ。で場所的にはこのニモのアトラクションの隣にあるんですけども、これすごいですわ。えぐい行列ですわ。他のカードとかも見てるんですけども、これが段違いに並んでますわ。すごいねやっぱり20周年パワーは。あーやっとね買うことができましたわ。めちゃくちゃ時間かかりましたね。いやこれね柄がですね20周年バージョンなんですよね。い
やー、これずっと気になってたんですよ。でね、もうね、皆さんお目当てこれですわ。みんなこれ買ってますわ。ほら、レシートもですね、20周年バージョンですよ。で、さっきね、ちょっとアルコール触ったで、これ触ったんで、ちょっとね、真っ黒クロスケがついてるんですけども、いや、これもめちゃくちゃいいですよね。じゃあね、こちらの商品ね、いただきます。どんな味かな？で、これね、味的にはオレンジですわ。で、この中に、なんかちょっととろける系のチョコソースが入ってるって感じかな。うん。いいですね。でもお目当てのこの20周年のシリーズで買いましたよ、無事。はい、じゃあね、無事です。で、この後ね、そのチュロスついでに、スパークリングね、ドリンクね、買ってきますわ。で、なんとですね、このドリンクね、20周年限定のね、カップなんですよね。はい、じゃあね、買ってきました。で、場所はですね、このマーメイドラグーンのところにね、買ってきたんですけども、なんとですね、まあ、このね、ドリンクを買いに行ったら、ほら、20周年のね、カップもね、売ってたんですよね。いや、マジで偶然ですよ。さっき行った時は、ないって言われたんですけども、いや、よかったわ、これ書いて。いやー、これめちゃくちゃ欲しかったんですよね。もうこれ書いただけでも満足ですわ。で、ほら、これね、20周年でしっかりとね、書いてるんですよね。最高。で、このドリンクもですね、まあ、20周年限定のね、カップですよ。いやー、いいの書いた。これ持って帰ろう。じゃあね、こちらの方ね、いただきます。で、まあ、スパークリングなんで炭酸なんですけども、そのレモン感が結構あれね、ジュースですわ、これ。中に入ってるマンゴーとかナダデココがめちゃめちゃ美味しい。あー、これめちゃくちゃ具が入ってるから、飲むためにもうシュポポポポポポって入ってくるんですよ。はい、じゃあこちらもね、ごちそうさまでした。で、僕的にはですね、もうこれが書いただけでも大満足ですわ。で、次ね、もう時間が時間なんで、タイム2社員ね、行ってきますわ。で、今ね、ショーの大体30分前なんですけども、僕ね、9時の時点に行ったら、もうね、結構埋まってたんですよね。うん。うわ、やっぱり。もうめちゃくちゃ埋まってますわ。すごいな、やっぱり。もうね、周りはびっしり埋まってますね。すごい。席取るのも大変ですわ、これは。ミッキー&フレンズのハーバーグリーティングタイムトゥーシャインが始まります。始まりますよ、そろそろ。別のグループの方の感覚を開けてご覧ください。始まりました。
ムトゥーシャインね、見れてよかったわ。でもね、結構いい席で見れたんで、めちゃくちゃ満足ですわ。うん、意外と他のとこは埋まってたんですけども、ミラーコースターの前のところの端っことかはですね、空いてたんですよね。だからそこね、行けてめちゃくちゃ良かったですね。いやけど僕ね、そのタイムトゥーシャインの歌がめちゃくちゃ好きなんですよね。それをですね、やっぱ聞くことができてすごいね、良かったですね。で、あとはその20周年のチュリたちですね。で、これね、まあ予想してた以上に柑橘系でしたわ。めちゃくちゃオレンジ感ありましたね。ですけど、一応ですね、その欲しかったカップとかね、書いて良かったですね。で、まだこのモミ TV ではまたね、その C のね、アトラクションね、乗れてないので、ね、またね、後日ね、その動画ね、また上げるつもりなのでね、またね、待っててください。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げると思うので、ちゃんとグッドボタンも押すだけで、バーイ。